なんだこの魂的なものが震える感じは。これを隠していたのか学者どもは。これあれだろう、私のばあちゃんが言ってたあれだ。じいちゃんもなんか言ってた気がするが、とにかくあれだろう。なんだっけ、そう、わかるぞ、間違いない、見つけたものに幸福をもたらすという天井の星。こんなにいっぱい私の頭上に輝いてからに。伝承が本当ならば、いやばあちゃんは正直者で有名だった。じいちゃんはどうだった。これあれ、死んでねえよ。見ましたか皆さん、私は神に選ばれた男でした。鉱脈？ああ、洞窟探検だ。厄介な仕事なのか？ああ、ちょっとな。光がたくさん輝いてるけど、あれは？前にペーターに届けた石か？そう、ここはクォーツの鉱脈だ。常にカーディナルの管理下に置かれ、一般人は立ち入りが禁止されている。あの石がそんなに大層なものなのかよ。お偉いさんの考えることはわからねえ。とにかく今回のターゲットはその鉱脈内を占拠して立てこもっているそうだ。金目当ての賊ってところか。いや、カーディナルの元アーミー一個師団だそうだ。は？そんなの無茶だろ、アーミーにやらせろよ。お偉いさんの考えることはわからねえ。行くぞ。大した奴らじゃないけど、リーメル、油断するなよ。ええ、後ろは私が守る、だから安心して。
かし不思議な石だよな。この中にみんなの石もあるかな。どうでもいいよ。適当に手を抜いたくらいがちょうどいいだろうね。